ってよ。あれ、先輩の肘が原因でストレッチ。やってくれるだろう。肘の違い。狙いに行きます。さあこれで後ろに回りました西川山とバックを取った状態からこれは飛びついちゃうと落ちるんですよ、ね。これはあの西川選手的には、はい、あの問題ないっておっしゃると思うんですけど、やっぱりあんまり局面じゃなくて前に落ちる、はい、上手い人だったら落とします。ただこれよじ登ってきましたので今落ちない状況になりました。何か技術があるんでしょうけど、ここからどうするんですかね。ここからバックチョークしかないと思います。はい、見れるかも。さあどうでしょうか、はい、でやっぱり出血ちょっと出てるかなですよね、はい、結構もらってます、ね、エルボーですね、はい、さあご覧の通りの出血、ちょっとイージーな試合ではなくなっています西川。しかしここから上からさあチョークに行く、相手の得意なバックチョークで仕留めるのか。さあ首はまだ十分にはかかっていない状態ではありますけれども、サブミッションの体勢をこれからセッティングをしていこうという西川大和。一回止めるぐらいあるんじゃないですか。出血ですね。肘が当たってかなり顔面の出血は多くなっていて、ね、これ、西川にとってはちょっとこう思ってもない、でこのバックを取られてる方は結構疲れるはずなので、これはあ決まった。さあここで入りました。あとは伸ばしていけば残り1分半。これは取ったでしょう。ちょっと攻めてるかな、どうかな。さあ来た、